この個展は画家の上野文さんが米寿を迎えて、これまで手掛けてきたアクリル画や水彩画など130点を展示したものです。上野さんは日頃からスケッチブックを持ち歩き、風景や平和を題材に絵を描き続けています。このうち今年ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の事務局長木戸末一さんの肖像画を制作していて、木戸さんの誠実さを丁寧に表現しています。上野さんは絵画から平和の尊さを感じてほしいと話しています。この個展は明日まで開かれています。